どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、ちょっとかなり前の玩具を紹介したいと思います。じゃあ早速見せたいと思います。はい、こちらです。じゃん、グライダーですね。これね、当時のやつなんですよ。何年前だろう、かなり前のグライダーですね。グライダーって今すごい値段が上がってて、昔はなんか100円ぐらいだったらしいんですけど、今なんかそれがもう200円とか、仕入れ値が200円ぐらいになってるんですよね。値上がりしてるんですよ、グライダー。はい、だけどね、200円、高いですよね。はい、じゃあちょっと早速開封したいと思います。はい、こちらです。すごいでしょう。リメイク版じゃなくて昔のやつなんですよね。ちょっとね、なんとか仕入れることができました。はい、ちょっと開けてみたいと思います。よく残ってましたよね、これ昔のやつが。はい、あ、開けます。おお、うわあ、わあ、すげえ。ちょっとね、ジャンボジェットのグライダーなんで、ちょっと大きいんですかね、普通のより。でかいっすよね、羽めっちゃでかいっす、これ。うわ、30センチ近くありますね。今のね、最新のグライダーはどうなってるかわかんないですけど、すごいですね、30センチもある。重りがなんか鉄ですね、鉄、こういうやつがついてます。で、ここに多分羽を入れて、この羽差し込んで、これが後ろでしょうね、多分ここですかね。ここに入れて、こうやって飛ばすやつですよね。ボーイング747ジャパン。ちょっとなんか最新のグライダーも欲しいな。こういうやつがついてる、サキットに。今のやつってプラスチックじゃなかったですかね、新しいやつっち。ねえ、これがついてるグライダーって多分売ってないと思いますね、もう。はい、これ同じやつや。で、なんかこんなんもあります。ジャンボジェットじゃないですけど、あ、すごい、この絵。この今ね、よく昭和風のね、おもちゃが売ってますけど、昭和風じゃなくて、これ本当の昭和のやつですもんね。なんか、なんだこれ、なんかプラスチックの、なんかなんだこれなんかこういう人のね、こんな人の顔が、なんだこれ、プラですね、ここプラスチックです。なん、あ、ここに羽つけるんや。で、これはここですね、多分。へえ、この胴体部分がこのプラスチックになってるやつって、初めて見たっていうか、これねえ、昔はこうだったんすね。じゃあ、わ、これ貴重やな、これ売りたくないなこれも一応店舗に普通に置くつもりなんですよ。もったいないな、あんな貴重なやつ。一応36個入ってるみたいなんですよ。ちょっと一回並べてみたいと思います。この3種類、この3種類が1個につき12個ずつで36ですね、入ってました。3種類ですね、だけ。すげえなー、これびっくりやなー。これ羽を挟むみたいな感じですね。面白。
とこの箱すごいっすよね。トレードマーク 3DOZ すごいな、当時の穴開いてますもんね、ちょっとね、当時のままじゃないですかね、これ。はい、いかがでしたでしょうか。グライダーです。昔の激レアグライダーですね。え、今もう200円、問屋さんで200円ですもんね。だけ売り値が300円とかでしか売ってないと思いますね、多分。でですね、もうそろそろお店がオープンするんで、値段設定の方もね、もうしていってます。はい、でこの値段も言います。売り値ですね、150円です。グライダーすごいですね。普通じゃ買えないと思うんですよ、150円で。はい、僕のお店ではもうギリギリでギリギリでいきます。はい、150円やったら良くないですか。200円っつったらちょっとね、高いですけど、1個飛ばしたいな。はい、よし。はい、激レアのね、グライダーが150円で買えますんで、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。